さん、こっくりさん、生徒会長がギリバギリ生き物を教えてください。お、く、り、お、ね。騒ぎの原因はラグビー場に埋められた吉田さんの怨霊の仕業だったのです。いや、マダニが原因。それにうち前世と入部生じゃん。こういうの無理だし。何もしなくていいの、幽霊でいいのよ、おかけんだけに。2年のみんなに見せやーった。この人土産買ってから来やがった。人が死にかけてる時に。よ、君死刑ね。伏黒元気そうじゃん。俺見てそう思うはずだぞ。おっさんが可愛いを作った。虎杖悠仁です。好みのタイプはジェニファーローレンス。あ、すまん、術式解くのを忘れてた。スクナの指は僕や伏黒が取ってくるから。ぐうたらしてる俺に。おっつー。ボロボロの伏黒が指届ける絵面はウケるけどな。確かに。おお、ちゃんとしてる。だから迷惑だっつーの。はい、まっ、いっしょ。今からあれに話しかけんの？ちょっと恥ずかしいな。ち、おめえもだ。あれだけって、私偉そうな男って無理。きっと重油まみれのカモメに火つけたりするんだわ。見るからに芋臭い。絶対ガキの頃鼻くそ食ってたタイプね。私ってつくづく環境に恵まれ。行くでしょう、東京観光。それでは行き先を発表します。六本木。六本木。ほら、もう大丈夫。おいで。なんで呪術高専来たんだよ。なんでって、田舎が嫌で東京に住みたかったから。私だけが生き残っても明るい未来はなかったわ。ありがとう。はい、俺言ったからチャラー、貸し借りなーし。今度こそ飯行こうか。ビフテキシッソー。あ、じゃ行こっか。運転手さん、この子回転寿司初めてなんだ。国道沿いの駐車場がバカでかい一発島で。ねえ、私たち今ここから入ってきたわよね。どうしよう、それどうしよう。大丈夫だ、こいつが出入り口の匂いを覚えてる。あらまあ、すっぽい。ジャッキー、ありったけどジャッキー。臭い。臭くない。なんで俺のこと畜生みたいに扱うんだよ。パンダだからな。別に臭くない、お日様の匂いって感じですね。お日様。今から殺し合って小僧が勝ったら無条件で、俺が勝ったら俺の縛りで生き返る。いいぜ、ボコボコに。と、そこで見てるつもりか。ちょっと残念。あの、恥ずかしいんすけど、誰？ユウジ。おかえり。あの二人は何してんですか？受け身の練習。ダメだこりゃ、霊眼とか挽回とか無術式が刻まれる。できないこと出して。ほら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 。ごめんごめん。どこ、ねえ、ここどこ。え、まった。え、うわー、お花。先生、俺は大丈夫。そいつを追って。ごめん、嘘、ヘルプ。どうもすみませんでした。このレベルの呪霊が徒党組んでるのか。楽しくなってきた。はい、先生。はい、ユウジ君。交流会って何？あ？ヘトくん。シュン。マイトくん。
どんな女がタイプだ。ん、ちなみに俺はタッパとケツがでかい女がタイプです。その人に揺るがない人間性があればそれ以上は何も求めません。巨乳好きとか抜かしたら私が殺してたわ。うるせえ。お前と違って俺にはまだ東京に大事な用があるんだよ。高田ちゃんの怖くがな。やっべー、生御城悟る、生御城悟る。しゃべっちった、しゃべっちった、取ったどー。マジクソならより適性のある方を。出戻った理由なんてそんなもんです。暗いね。もう認めさせてやっからさ、もうちょい待っててよ。いえ、私ではなく上に行ってください。あ、はい。ぶっちゃけ私はどうでも。私はこの人を信用しているし信頼している。でも尊敬はして。二人で吉野純平の調査をお願いします。ぶっ殺そう。知ら、行きますよ、虎杖君。タマ、誰かいる。え、やべ。あっ、あぶね。ほん、持ってかないで。パンダ先輩、私の学ラン知らない？見てないなぁ。置いちゃったのかなぁ。高田、おかか。こんばんは、釘崎野原です。